嫌だけどね、仕事は仕事なので、なんとか切り替えてみるポンタくんです。デジタコっていう運行管理する機械があるんですけど、そこに入れるカードが、2個渡されててね、どっちだろうかなって悩んでるんですけど、これね、入れ間違えるとね、壊れちゃって修理に5万かかるらしいです。ねえ、足は鍵に刺さるし、何もかもね、トラックの勝手が違うし、それが1週間以上続いてるからね、日に日にポンタくん不機嫌になってるんですね。ボタンがね、これどこにあるのか研究してるところです。はい、ね、操作性は癖もなくって、何の問題もなく走りやすいトラックでした。でもね、しかし日々違うトラックでちょっと落ち着かないんですよね。口数少ないんですよ今日は。はい、やっぱりね、車によって作業性がすごく変わってくるので、時間もすごいロスするんで、とてもストレスになるんですよね。はい、言葉をいろいろ探すんだけど、全くこの日はテンション低くて何にも言葉が出てきませんでしたね。はい、かなり不機嫌な日でした。ボタンがどこにあるか、チェンジの癖があったり、一番問題なのは車内のポテンシャルなんですけど、疲れた。はい、最終日は精神ボロボロでした。